さあ、倒す。え、長続きだ。はい、ということで、こんにちは、倒す。今日も、このチャンネルやっていくんですけど、今回は、そもそも NCS というものを紹介したいと思います。NCS とは、まあ、YouTuber さんがよく使う曲なんですけど、まあ、YouTuber さんが使ったりするときにする注意事項ならちょっと説明していけたらなと思います。まずは、NCS ですね。例えば猫くん NCS とか調べてみましょう。これ出てきました。いろいろ猫くんさんの動画だったりあるんですけど、これですね。これこのネイトガレジンダリー。NCS とか調べたら出てくるかな。あ、出てくる。あ、これか。まあ、よくわかりますね。まあ、NCS って調べて、ですね。これですね。このチャンネルでございます。ですけど、まあまあまあ、あ、やべ、あぶね、まあ、いろんな曲があるんですけど、知ってる曲って言ったらまあ、いろいろあるんですけど、CS の例えばトップ50とかでこういうものですね。これとかで知ってるものがあると思います。はい、続いて、NCS を YouTube で使う場合の注意事項ですね。まず使い方は、まず NCS を、ダウンロードします。上から3番目のフリーダウンロード STREAM、 まあこれですね。上から3番目のこの URL をタップして、そしていったらフリーダウンロードと、これパソコンでもできますね。それダウンロードされてるので開きます。で、たった今このね、このファイルに追加されました。まあ、あとはね、その編集アプリから撮ってできるかなと思います。で、使う場合、ですね、説明欄に動画の URL か